の朝飯。おはようございます、工場長です。今日の朝ごはんはホットケーキを作っていきたいと思います。前にもホットケーキは作ったんですけど、今回はキャラクターものの可愛いやつを作っていきたいと思います。で、この作り方はくまみきちゃんの動画によく出ているブラウンさん、くまのあのブラウンさんが動画でやっていて、なんとなくな作り方を教えてもらったので、その情報をもとに作ってみたいと思います。まず準備したものがこちらです。牛乳、卵、ホットケーキミックス、そして好きな色の着色料、以上です。それでは早速作っていきたいと思います。で、分量がわからなくて、今回ポイントになるのが卵、卵白だけで作っていくのがポイントだそうです。なので、卵白でホットケーキミックス混ぜて様子を見ながら生地の方を作っていきたいと思います。この方法聞いたのも一昨年のあのくまみきちゃんのイベントのくまフェスの時だったので、私も結構曖昧なので、手探りで今回はやっていきたいと思います。それではまず卵の分別から始めていきます。で、卵2個いらないかな、ちょっと微妙だったので一応2つ用意したんですけど、まず1つだけで作っていきたいと思います。できるかな。わお、 OK。 とりあえず白身だけで混ぜておきましょう。良き。続いていつもだったら牛乳を先に入れるんですけど、今回硬さを後で調節したいので、先に粉を、半分ぐらい入れてみようか。そしてとりあえず混ぜます。うご、牛乳入れます。こんぐらい、ちょっとずつ様子見ながらいきます。もうちょっと粉入れようか、量がもう少し欲しいですよね。で、牛乳もちょっと足します。お絵かきできる硬さだから結構固めだと思うんですよ。これはでも硬すぎかな。いや、これぐらいでいいのかもしれない。はい、ちょっとこれでやっていきたいと思います。これぐらいの硬さ、持ち上げてこの生地で絵が描けるぐらいの硬さにしてみました。よし、これで着色料で色をつけていきたいと思います。まず生地を少しこっちに移して、ほいっと、青い着色料で染めていきます。青混ぜます。わあ、すごい綺麗に色が出る。わあすごい、ね、この色といえばもう私、何描くか分かる人は分かると思います。これでいいでしょう。そして白はこれを使うから、あと黒ですね、黒色を作ります。黒の着色がないから一番近そうなこのブラウン、それとこの3種類ぐらい混ぜたら黒になるんじゃないっけ、あれ光の三原色違ったっけ。まあいいや、混ぜていきます。まずブラウンを入れます。黒なんでがっつりめに入れ、黒みたいだねこれ。あ、でも混ぜてみるとやっぱ茶色だ。続いて赤、全体的に多めに入れていきたいと思う。多すぎるか、いいか。あー、赤になっちゃった。続いて青、あーいいね、黒っぽい、うん、これでいいんじゃないかな。黄色入れなくても大丈夫そう。色付けした生地を絞り袋に入れていきます。ドドン、黒っていうかチョコレートっぽい色になっちゃったかも。よし、最後白入れます。おー、色ができたので早速お絵描きしていきたいと思います。丸、あー下手くそ。よし、目を描きます。くにゅ、あれこれどういうことだ。この下が表側になるでいいのかな。じゃあ鼻を描いて、
ひげも先に描かなきゃいけないってことか。難しいぞ。ひげはだいたいこの辺に来るかな。あーなんか下手くそ。あーひげ難しい。この上に白を乗せて、あのボノボノの鼻ですね。こういうこと。そして最後青ですね。できたできたできた。どうだろう。完成が楽しみですね。焦げないように見張ります。あ、いいんじゃないかな。あ、ひっくり返します。せーの、ドン。あー、かわいい。ボロボロになってる。すごいよ、すごいよ。アライグマくん、ちょっとここが気になるけど、だいたい面影はありますよね。続いてちょっと楽しくなっちゃったので、ピンクも作ってみました。せっかくなのでこれでボノボノとシマリスくんですね、描いていきたいと思います。あ、難しいな。楕円形ですよね。楕円。あー、なんか下手かも。耳、そんで鼻、頭に3本線ですね。1本2本3本で目だ。目どの辺だろう。はい。あ、ちょっといいかも。白で鼻周りを描きます。よし、急いで作ったピンクを顔に塗ります。こっちの耳、こうかな。面影はあるんじゃないかな。これで焼きます。結構膨らんだので見てみましょう。ひっくり返しましょう。よし、せーの。はい。あ、かわいい。めっちゃかわいい。これほのぼのちゃん、大変、パンケーキになっちゃった。ほのぼのパンケーキ完成しました。ちょっとこの角度からだと見せにくいんですけど、好きな絵が描けてとっても楽しかったです。で、絵がね、下手なんですけど、下手なりにまあまあ上手に描けたんじゃないかなと思います。で、描いてて思ったのですが、この黒い生地は固めで今回のまんまで良かったと思うんですけど、このボノボノで言うと面積の広い水色部分、シマリスくんで言うとピンクの部分はもうちょっと柔らかめにしていた方が描きやすかったなと思いました。いやー、可愛いので食べるのもったいないから、もうちょっと眺めてから食べたいと思います。ちょっとこの撮影が終わったらね、写メいっぱい撮ってインスタにもアップしたいと思います。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。バイバーイ。